はい、こんばんは。第三国志やっていきます。どうもハルポンです。はい、ちょっと雑談から喋ろうかな。歯はね、相変わらず一回病院行ったんですけど、まあ通院が必要っていうことなので若干痛いではあります。はい、まあこれから通院っていう形ですね。仕事が終わった後にまあ何回か通院して治していくっていう感じらしいです。で、YouTube のねコメントで動画をどんどん上げてくださいっていうのがあったので、サボらずにちょっとなるべく頑張って上げていこうと考えてます。はい、最近ねちょっとまあ飲み会とか単純に仕事を疲れてすぐ寝ちゃうとかが多かったんで、まあね極力飲み会とかも控えてちょっとなんかね節約とかしながらで第三国志の動画もしっかり上げていければなっていう風に考えています。はい、で、今日はねちょっとまた武将編っていうことで、今日紹介したいやつは、細分機です。細分機どうですか、こいつ使ってる人います？俺前シーズンでめちゃめちゃ最後に余った舞台でね使ってましたけどね、星4の角化とか関羽とかね、魏の関羽と細分機で組ませてたりとかしました。余ってたんでね。でこいつって能力はね結構悪くないと思うんですよね。手動戦法で味方複数の2人を回復で、まあシンプルな回復とさらに対象は治癒状態になり兵力を大幅に回復っていう形の手動戦法になってます。まあこの能力がバンバン発動できれば、まあかなり味方ね回復できるっていう風に考えてるんですけど、なんせねこの女の子はね弱いんですよね、ステータスが。見てください、この能力の伸びしろがマジでないんですよね。伸びしろが 0.82、 攻撃ね防御は 0.8、 知略もそんな高くない 1.3、 で速度に関しても低いと思うな。牙にしては、はい、ってな感じで、まあステータスが低いのを理由にねあんまり使われてない女の子ですね、この方。まあその女の子をねちょっと舞台編成考えてみました。もしかしたらねこの子を使いたいけどなんか使えないとかね、どんな舞台編成でこいつを組んだらいいか分かんないっていう感じの人がもしかしたらいるんではなかろうかっていうことで、ちょっと舞台編成組んでみたので紹介していきたいと思います。はい、俺もね星5でこいつマックスなんですよね、進化が結構当たっちゃうんでね、なので使いたいんですよね。アップでちょっとね髪型修正してほしいかな。ステータスもね伸びしろ全部あと 0.2 ぐらい上げてほしい。ほんでなんか味方複数有効距離内の2体って書いてあるけど3体にしてほしいな、自分含め。まず発動確率 50% ぐらいにしてほしい。そしたらめちゃめちゃ強くなるんじゃないですかね。みんな使うようになると思う。
はい、まあ、そんな淡い希望はね置いといて、早速ちょっと考えてみた舞台編成を紹介していきたいと思います。はい、まずはね1舞台目がこれです。結構ねいい戦法乗っけてます。いい戦法乗っけてるんでね、こんな細分岐にこんな戦法つけてられるかっていう人がいるかと思うんですけど、もしかしたらねシーズン1、2、3とかで書こうとはいないか、3はシーズン4とかからかな。まあいいや、とりあえずなんか細分岐とか加工園持ってるし戦法も結構揃ってるけど他の部署いないみたいな感じの人やったらいいかもしんないね。はい、じゃ早速まず加工園は加工園につけるべき戦法をつけています。一気当選と出撃、もう物理攻撃ですね。で中衛に細分岐置いてます。細分岐本当は本営に置いた方がいいんですけどね、ステータス的にね。中衛でも前衛に置いたらまず一瞬で解けちゃうと思いますし、中衛でもねなかなか相手の攻撃当たるんで、かなりの高確率で即読すると思うんですけど、まあ中衛に置いてます。で死刑で妖術組ませてます。まあ洞察状態にして相手に妖術をしっかり与えていくっていうのと、あと回復もしっかり行っていくっていう形ですね。死刑の効果を使って、で前衛には加工と閉館神速っていうかな、あと断兵入れてます。加工トンは断兵で回復しながら、このね加工トンの指揮戦法でしっかり相手に物理系攻撃をね前衛に置くことで与えていくっていう感じです。で、この閉館神速で、自軍全体のね騎兵の防御を上げていこうっていう風な考えです。この細分岐のステータス値がね防御が低いんで、この閉館神速でしっかり防御を上げていこうっていう感じです。で加工園はねもちろん自分のこの古風関羽っていうのかな、石油なんていうのか分からんけど、それと死刑でもう大ダメージを相手に与えていこうっていう浅はかな考えでございます。どうですか。はい、まあ、そんな感じで細分岐使えるんじゃないですかね。なかなかこの戦法ねこの3人に組ませるかっていうと組ませないんですけど、もしあったらねちょっと細分岐ほんまに髪型修正したら俺ちょっと使ってみたいな。はい、じゃあ次の、今日はね2部隊紹介する予定なので2部隊いきます。はい、今度は本営に細分岐を置いてみました。で中営にシーズン2両、普通に各省っていう感じで、陣営はね全員バラバラです。で、兵種もバラバラです。軽兵の清み仕様なんでね。はい、戦法紹介していきます。細分岐、軽兵の清みと調整、もう完全に細分岐はサポートです。回復で、中衛のシーズン2両夫が火力役ですね。油戦と番前っていうかな、番戦と両夫のね固有の指導戦法で相手に物理系攻撃の大ダメージを与えていくっていう感じです。で前衛の各将でね、しっかり耐えてもらうのと昏睡模様を与えていくっていう感じですね。はい、まあそんな感じです。これはねちょっと相手を殲滅するっていうよりは結構耐える系ですね。呂布で攻撃はするものの、各所の昏睡とか各所全員で頬をね入れてるのと、細分岐の回復でしっかり防御しつつ呂布で攻撃っていうコンセプトでちょっと考えてみました。シーズン2呂布持ってないんでね俺できないんですけど、まあなんか細分岐本営に置くんだったらこんな感じかなっていう、もうサポート役かなっていう感じがします。細分岐は、はい、正統激性とかね
結構策略系の強い戦法乗っけても、あのね、知略が足りないんでね、進化マックスで知略全振りしても多分軍師系の武将にはかなわないと思うんで、もうサポートかなっていうふうにいうような感じですね。はい、まあ、そんな感じでちょっと組んでみました。どうですか細分機。はい、まあ戦場でもなかなかね見ないんですよね、細分機使ってる人なんて。ちょっとまあ今期はね、もしかしたら細分機をなんかね、俺みたいに12部隊とか13部隊作るっていう予定の人がね、もしかしたら組み込んでるかもしれないので、ちょっと楽しみにします。はい、じゃあ今日はねちょっとあの細分機なんでね、あんまり力が入らない説明だったんですけど、ぜひこの細分機も使ってあげてください。あとね、牙なんで速いっていうのが、速度がね結構速いのがあの結構有利な点かなと思うんで、落雷とかね名人とか入れて先に相手にあのコントロール系与えていくっていうのもいいかもしれないですね。はい、まあ先ほど紹介したのは妖術しっかり入れてるんで、相手を暴走状態にしていくっていう作戦もあるんですけど、はい、まあじゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではバイバーイ。